皆さんこんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。春の気運が真っ盛りな天苑団地は新しい生命と新しい出発の希望で満ち溢れています。世界本部では去る2年間120名の青年教会長たちを育成し、統一家の未来を創造しています。今週は青年教会長120名の時代の特集を中心にお届けいたします。摂理の道は辛く険しい道のりですが、先輩たちが歩んだ道を受け継いでいこうとする若い牧会者たちがいます。2022年79人、2023年41人、合わせて120人の青年教会長が新韓国全域に派遣されました。天の父母様政界の四大革新、すなわち組織革新、牧会革新、礼拝革新、教会革新のために若き情熱を燃やしています。너희들이야말로천일국시대의중심인물이다알겠나중심인물너희들이중심이야그렇기때문에너희들이나가는곳은작은교회와마을일지모르지만은그곳에서중심인물로서의섭리사의진실을바로교육해야돼지금은천일국시대야하늘부모님의꿈참부모의소원인류의소원이지상에서이루어질수있는이때야너희들은이천일국시대에평화의어머니참부모시대에알곡임을알아야한다青年教会長は新規シックおよび旧民シックの復帰と清和青年礼拝である巨人塗り希望塗り定着のために投入しながら、より現場に合う力量を備えた指導者として経験を積み、世界本部が推進する四大革新の実務者として成長しています。清和子女礼拝である巨人塗りの地区単位の拡散、大教区単位の拡散においても青年教会長たちはその役割を十分に果たしています。新京山国では2023年3月、巨人塗りの大教区単位の拡散に成功し、青年教会長の可能性を示しました。さらに青年教会は新規シックのための希望祝祭、オープン礼拝希望塗り、障害露呈教育、原理教育、祝福教育などを含む希望修練会、信仰の成長のための暗示礼拝、教会内の奉仕活動及び地域社会のための奉仕と分かち合いのための希望行動として5段階の希望アプローチを展開しています。コロナ非対面時代においても様々な動画制作や非対面礼拝に積極的に投入され、礼拝文化革新の牽引役を果たしました。ポストコロナ時代においてもオンオフラインの礼拝形態が持続し、動画を通じた牧会に新たな可能性を生み出しています。また新韓国牧会者戦略総会での応援講演で牧会者全体の士気を高めたりもしました。孫文 UPA および YSP 巨人機動団の冬季夏季40日伝道活動の再開は、青年教会長たちの活動に活力を与えてくれました。青年教会長たちはオフライン活動で旧民シックの復帰に大きな力を注ぎました。사실제가세계본부가한국본부의역할을하면서20대목회자가4명이있었습니다30대목회자가8명이있었고요그런가운데어머님께서 UPA 에대한어떤이런파이프라인도만들어주셨고지도자양성을위한그런가운데이청년들이선배님들이걸어가신그노정을자랑스럽게상속받고나도목회를하겠다라는결심을가지고이렇게지원을하기시작을했다는것이죠그굉장한저는희망이라고저는생각을하거든요
그런 가운데 작년에 79명이 현장에 파송이 됐고 올해 이제 41명입니다. 120명입니다. 2년 이와타르 청년교회장 120명의 파견により 목회와 새로운 局면을 맞이하고 있습니다. 若い牧会者を中心に、ヒョジョン塗り、希望塗り、平和塗りへとつながる安息日礼拝と、また天保家庭教会長を中心とした伝統と相続の安置日礼拝の両軸を礼拝革新の柱に立てようと努力しています。安息日に開かれた礼拝と安置日のシック成長礼拝の定着により、量的拡大と質的成長を共に図るために前進しています。伝統と相続、そして発展、天の父母様聖会四大革新の動きに120人の青年教会長たちも共に希望を作っていきます。第43回新統一韓国平和フォーラムが、朝鮮半島統一政策の変遷歴史というテーマのもと、双方向生中継で行われました。ユンニョンホシンクタンク2022推進委員長は歓迎の挨拶を通して、第3期平和フォーラムはさまざまな場所でさまざまな試みを通してこれからも継続していくことを明らかにしました。ホンヤンホ元統一部次官は、新たな南北関係の模索というテーマで、中長期的統一政策の変化と今後の方向性について特別講演を伝えました。平和マダンを通じて討論とオンライン双方向で質疑応答の時間を持ち、統一について真剣な議論の時間を続けました。天保教育園が主管する2023全世界第3回天保リーダースクール入学式および1回目の教育が、全世界のシック約1430人が参加する中で1週間にわたり言語圏別にオンラインで行われました。今年第3回を迎えた天保リーダースクールは、43課程実践化のための天保リーダーシップ力量強化をテーマに、8つの言語圏を対象に毎月1回、年末まで全10回の教育がそれぞれ行われる予定です。また第16週ヒョジョン伝道修行キャンプの1週目の最初の教育が、新韓国共同大陸会長と現場牧会者、祝福家庭など約545人がオンラインで参加する中で実施されました。ヒョジョン伝授キャンプは16週間ヒョジョンを中心に伝道と修行するキャンプ、ヒョジョンを伝授するキャンプという意味であり、約700人の申し込みがありました。参加者は16週間毎週瞑想、聖誠など天保修行過程を直接体験する予定です。天智神誠の父母様天中聖魂63周年および天苑宮天使聖殿奉献記念第41回超宗教木曜祈祷会が、韓国宗教協議会と世界平和宗教人連合主催で天津苑で行われました。イギソン天津苑長は、天苑宮奉献の意味を宗教家たちに説明し、あらゆる宗教人たちが訪れる超宗教聖地になることを祈りました。仏教代表として発願したジノン僧侶は、天苑聖地の奉献が朝鮮半島の平和の象徴になることを祈り、ハンウォンジョン牧師はキリスト教を代表して、霊的出エジプトが必要な時に天苑宮が観光したことが神様の祝福であると感謝する祈りを捧げました。祈祷会が終わった後、天苑宮建設現場と天聖宮博物館を見学し、誠の父母様の遠大な計画を確認する時間となりました。家庭教会活性化のための 2023KCLC 教育者総会が、キリスト教牧師、長老、剣士など120人を対象に開催されました。家庭教会を通じた宗教団体と宗派間の交流と和合、協力により新統一韓国の実現をモットーに進められた本総会には、ムン・サンピル韓国宗教協議会事務総長の祝辞、主人帝ファン・ボグク UPF 地区会長による特別講義と、規制教会牧師たちによる家庭教会活性化のための主題発表が行われました。
本総会は規制教会の教育者と KCLC 活動を共に行い、家庭教会の意味と重要性を知らせ、活性化するための契機となりました。3月、WCLC の月間ウェビナーが女性歴史の月を記念して開かれました。講演者は、聖霊と真理で導く女性に焦点を合わせ、真の母様の模範的なリーダーシップについてのメッセージと証を通じて、参加者たちに感銘を与えました。太平洋キリスト教聖職者協議会は、十字架を超えたという主題で第11回オンライン集会を開催しました。アジア太平洋23カ国から544人が参加する中、ロバート・キットル PCLC 実行委員会共同委員長は主題講演でイエスの十字架に対する統一原理の観点を伝えました。太平洋キリスト教聖職者協議会はキリスト教指導者と団体が協力し、天国を築くことに力を尽くしています。モルドバ平和大使館では家庭連合の執行を中心にひまわりセンターを開設し、約50人のウクライナ難民の子どもたちとその母親が授業と活動に参加しています。ひまわりセンターはモルドバ政府とメディアの関心と認定を受け、カトリック救護サービスやその他の機関から支援を受けています。キシナウの首都に続き、アネニノイ村に2番目の子どもセンターをオープンしました。また最近、平和大使館でひまわりセンターの職員と他のグループのためのさまざまな教育が行われており、社会的感情の学習、心理的緊急処置などを学んだりもしました。新アメリカでは第2回3世代後進賞受賞式が行われました。今回の行事はアメリカ世界平和家人連合、アメリカ世界平和家庭連合中華人共同体がニューヨークチャイニーズスクールと協力して作り上げました。3代にわたって暮らしており、親孝行と仲睦まじい関係を示した模範的な中国系アメリカ人11家庭に賞が授与されました。アメリカ世界平和家人連合のエイミー・ヤン会長は3世代の家庭の力について証言しました。ファン・ヨプチュ世界平和家人連合会長は、3代の家庭が天が望む理想的な家庭であることを開会の挨拶で伝え、家庭連合のヨン・ジョンシク北米大陸会長は、親孝行は義務ではなく愛であり、自然にあふれ出るものであることを伝えました。コンゴ共和国では女性連合と YSP の共同主催で責任者世代フォーラムを開催しました。革新と技術変化を通じた両性平等の実現をテーマに行われた今回の行事には約80人が参加しました。コンゴ共和国の女性連合会長は歓迎の挨拶で真のお母様の自叙伝を紹介し、健康な家庭をもとに平和社会を作る上で教育者であり母親としての女性の革新的な役割を強調しました。これを通じて参加者たちが家庭教育と経済発展における女性の革新的な役割を悟るようになりました。アンゴラ家庭連合と UPF はトコイスト教会と協力して平和と責任感のある市民プロジェクトを作りました。アンゴラに本部があるトコイスト教会は希望のラジオを運営しており、そのうち毎週木曜日に約1時間原理トークショーを配信し、真の父母様の教えを伝えており、リスナー数が増えています。南アフリカ女性連合は創立後初めての活動を行いました。この活動は人々にスープとパンを配り、100万人の署名キャンペーンに署名を集めることでした。人々はとても喜び、今後のさらなる活動を期待しています。ロシア女性連合は平和の天使たちプロジェクトを通じて、2世の子どもたちが伝統的な歌とダンスを披露するために高齢者の家やその他の機関を訪問しています。高齢者たちは
平和の天使たちを見守りながら楽しみました。モスクワ平和大使館で2世の青少年25人、その両親30人が集まる中、純粋な心修練会が行われました。行事を準備しながら両親と子どもたちは、純粋さは贈り物という本をあらかじめ読み討論しました。行事当日、純潔の重要性について講義と討論が行われ、子どもたちは純粋な心誓約をし、両親は誓約のための指輪を渡しました。南アフリカ共和国では、より良い未来のための人格構築をテーマに、青少年を対象に人格教育を実施しました。4日間の原理講義をはじめ、誠の愛、純潔、協力、共感、責任感など人格の特目を学ぶ貴重な時間になりました。ルーマニアでは韓国、アメリカの宣教師たちが訪問し、ここ数ヶ月間活発に伝道活動を展開しています。平和大使館とカープセンターで原理講義、訓読会、青少年の関心を引く活動を行い、活気に満ちていました。またこの活動を通じて新しい会員が加入し、その実を結びました。天一国11年半祝パジウォンジョン参拝式が、新京王国の役職員が参加する中で行われました。パジウォンジョンは統一家の誠の家庭と元老の先輩方が眠っている聖なる場所です。皆が精誠を込めて順番に参拝と献花および祈祷を捧げました。ファンボク会長は、天一国の完成はまさに霊肉合同作戦にかかっているため、繁祝パジウォンジョン参拝式は実に意義深い場であり、皆の心を一つにするきっかけとなると強調しました。新韓国三地区では、新統一韓国のためのチュンチョン南道元老会結成大会が、チュンチョン南道の各界指導者や平和大使など約300人が参加する中で開催されました。キムチャン軍元老会同会長は、大会の挨拶を通じて、新統一韓国のためにチュンチョン南道元老会が先頭に立ってくれることを呼びかけました。今回の大会は、新統一韓国に向けた元老の役割を振り返り、チュンチョン南道の元老たちの力を集める時間となりました。新京三国2023牧会アカデミー会員が、新京三国の牧会者約60人が参加する中で行われました。パクヨンベ会長は、牧会アカデミーを通じて講義を聞いて実践し、牧会リーダーシップが成長することを願うと歓迎の挨拶を伝えました。イジェヨン教授は、特別講義を通じて革新と決断の説教を与えることができる牧会者となれるよう動機づけをしました。会員を皮切りに、牧会アカデミー2023学年度1学期の教育が3ヶ月間、毎週月曜日に行われる予定です。新京三国では、サチョン家庭教会ヒョチョン教育文化センターの竣工奉献式が行われました。パクドン地区サチョン市長をはじめとする多くの人々が、サチョン家庭教会奉献式に参加し、希望の新たな出発を祝いました。新南米3地区のボリビア家庭連合は、祝福準備のための修練会を実施しました。血統転換、祝福の意味と価値などの特別講義を通じて、大陸会長は祝福後1年の講師活動の必要性を強調し、1世、2世、30人を直接マッチングしました。新南米ボリビアのコチャバンバ市で、3地区のための2023年最初の店舗特別修練会が行われました。今回の特別役事には、ボリビアから286人、3地区や他国から191人のシックが参加しました。開会式でキム・ドンウ大陸会長は、天使国時代の開門と天保家庭の価値と重要性について説明し、キム・ソンナム新中南米天中天保副園長は、天津園の徹夜祈祷生成の重要性を言及しました。先祖祝福式も行われ、すべての参加者は賛美薬事を通じて、多くの霊的体験と解放感を経験する機会をくださった誠のお母様に感謝の思いを捧げました。
さらにヨーロッパのリトアニアでも46人の参加者が2日間天保特別修練会の恩恵を体験しました。未来に対する希望は若者に対する関心として教育として現れています。育まれている未来世代に対する投資はヒョジョン文化コンテンツの開発、未来人材の育成へとつながり、その実を結びつつあります。天一国の新情文化、新しい時代にふさわしい礼拝文化が新たな人材たちの創意性とアイデアで作られています。未来に対する希望を胸に今日を歩んでいく私たちとなることを願います。それではまた来週お会いしましょう。